ホーテッドは、イギリスのミュージシャンである、キーラン・ヘブデンのソロプロジェクト。イギリスのポストロックバンド、フリッチの元メンバー。ヒップホップミュージックやエレクトロニカ、テクノ、ジャズ、グライム、フォークソングなどの要素を取り入れた楽曲で知られる。また、ハウスミュージックからの影響も色濃い。リミキサーとしても多方面で活躍しており、エーフェックスツイン、エクスプロージョンズ・イン・ザ・スカイ。 スーパー、ファーリー・アニマルズ、レディオ・ヘッド、ブロック・パーティー、アンドリュー・バード、バトルス、ザ・エックス、エックス、ブラック・サ・バスなどの楽曲のリミックスを手掛けている。1978年ロンドン生まれ、社会学の講師である父親と、南アフリカ系インド人の母親との間に生まれた。ロンドンのパットニーにあるエリオット校に進学し、クラスメートのアダム・イルハン、ザム・ジェファーズと、 フリッチというバンドを結成。ヘブデンが15歳の時に、このバンドはレコード会社と契約し、1997年に初のアルバム、CFAX をリリース。ヘブデンの最初のソロ作品は、1997年にアウトプットレコーディングスからリリースしたシングル、ダブルデンシティで、この時の名義は 4T レコーディングスであった。ホーテッド名義での最初の作品は、 1998年にリリースした36分25秒のシングル3625であった。また同年にジャズの影響を受けたセカンドシングルミスノマーをリリース。翌年の1999年には初となるアルバムディアローグをリリースし、ヒップホップのドラムラインに不協和音的なジャズを融合させた作風を見せた。また本アルバムからは、 両英面シングル、グラスヘッド、カラミーンがリリースされた。2001年にドミノレコーズより、セカンドアルバム、ポーズをリリース。フォークやエレクトロニカの要素を、これまで以上に用いた作風で、フォークトロニカというジャンルの作品として挙げられることも、ある。2003年には、サードアルバム、ラウンズをリリース。また同年、レディオヘッドのヨーロッパツアーのオープニングアクトを務め、 レディオヘッドのアルバムヘイル・トゥ・ザ・シーフからスキャター・ブレインのリミックスバージョンを披露した。2005年にはジャズドラマーのスティーブ・リードとキーラ・ン・ヘブデンガスティーブ・リードとして即興演奏のパフォーマンスを行い世界ツアーを観光した。このコラボレーションによる音源はザ・エクスチェンジ・セッション・ボリューム1ザ・エクスチェンジ・セッション・ボリューム2としてリリースされている。 また、2005年には、アルバム、エブリシング・エクスタティックをリリース。ヘブデンは、自身の作品のリリースと、並行して、フォーテッド名義で、様々なジャンルのアーティストの楽曲のリミックスも、手掛けている。これまでに手掛けたアーティストは、ティーガン＆サラ、マット・ビリアン＆アンドリューバード、ブロック・パーティー、スーパー、ファーリー・アニマルズ、ベス・オートン、バッド・リード・ローン・ボーイ、サイン、ザ・ノート・ウィスト。 ブームビップ、バトルス、キングス・オブ・コンビニエンス、ラッシュ・ホー・オン・ド・バス、ボノボ、ロスコ、ザ・エックス・ウェックス、トム・ヨーク、レディオ・ヘッドなど多岐にわたる。2006年には、これらのリミックス作品をまとめた2枚組アルバム、リミックスズもリリースされた。2012年には6枚目のアルバム、ピンクを、自身のレーベルテキストレコーズよりリリース。 また2013年にはミリリース音源を集めた配信限定アルバム0181をリリースし、LP バージョンもテキストレコーズよりリリースされた。ありがとうございます。